お招きいただきありがとうございます。<coughs> あの水間です、えー。今日お手元に資料その天皇家の家系図ちょっと入ってるんであの端折って説明させていただきます。えー、その家系図はですねあのこれ3月中旬に出した私の本なんですけど一目でわかる <coughs> 戦前の昭和天皇と皇室の真実。 それでですね今日はこの10分間内容の濃いものにしたいと思いますのでよろしくお願いします。実はですね日本のマスメディアも新聞含めてですけどほととんんど報道されてないことがあるんです皆さんびっくりすると思うんですけど今の流れは女系女性天皇を認める流れっていう流れになってると思うんですね。で実際小泉政権の時も大もめに揉めましたけど皆さん一番知りたいのはね 旧皇族、あの、皇制、皇室を離脱された旧皇族と。まあ、男系男子で養子になられた方もいますね。それで、現在、あの、現存して。元気でいらっしゃる男系男子、天皇の遺伝子を持っている男系男子。何名ほどいらっしゃると思いますか。百二十名いるんですよ。百二十名。これでみんなびっくりするんですよ。それで、実際はですね。 ちょっと資料、お手元の資料を見ていただきたいんですけどこの白紙の方についている資料これちょっと説明させていただきますけどこの <laughs> 昭和天皇と後巡皇淳皇后陛下が一番上に書かれてますよねそれで昭和天皇の, <laughs> あの長女の方があの嫁がれたところは東,東国あの森弘 <laughs> 様という。 そそののの森博様とのあの経図はですねその裏をめくってこれその私の本の6ページに入ってるんですけど東国、えー、成,成彦様そのお同妃は明治天皇の内親王なんですねそれで昭和天皇の長女の重子様茂重子内親王が皇宮様それが森弘様っという東国の 天皇の男系、男子の方と結婚なさっているんです。これね、皆さんどういうことかって言いますと、これも結構みんな驚くんですけど。今現在皇太子のいとこの方に天皇の。ええー、血をこうく受け継いでいるいとこが三名いらっしゃるんです。皇太子より天皇の血をこうく受け継いでいる男系男子が三名もいらっしゃるんですよ。こんなの初めてでしょ 本来であれば産経新聞あたりが報道してもいいことだと思うんですけどねで実際その男系男子120名皆さんねちょっと,とあの例を持ち出すと分かりやすいんで例をその出させていただきますとですねこの6ページの方の家系図の一番下に武田宮様というあの武田常康さんって評論家の方で眼鏡かけてよくテレビとかに。 出らられていいる方いらっしゃいますよね私は天皇陛下になる気はありませんってそういう発言も皆さんここにいらっしゃる方皆さん皆さんご,ご承知なんじゃないですかそのね方がじゃあ天皇の男系男子の皇位継承順位何位ぐらいになる方は108位です彼はなりたいなんて言っても絶対なれないですよ。100%っていうか1000%なれないですね。 そういうい情報をその国民が知れば、ね、世論の90%が女性天皇でもいいんじゃないのという方向へ由、ね、来で持っていかれそうになってますけど120名の男系男子がいる中で、ね、憲法を改正する前に GHQ が口,口頭の断絶を策して皇、ね、室典範改正して十一宮家を廃絶したんですからその憲法を改正する前に 皇室天般の一部、ね、旧宮家の皇室の復帰ありえるっていうかかとするというのは一文だけ入れるだけでいいと思うんですよね。それでですねちょっと説明させていただきますとこの小さくこの5ページになっている部分ちょっと見ていただきたいと思うんですけどテルノ宮ヤ様と東国森弘様まがこうご結婚して信彦様秀彦様直彦様っていう その三方男系男子がいるんですねで昭和20年から28年ですねその,あの長男次男三男がねで皇太子今の皇太子と皆さんいとこって分かりますでしょ一発でそれで金城陛下は民間から美智子皇后陛下ですので、ね、両親が男系男子の天皇の遺伝子を持ってるそのお子様の方が天皇の子が血が濃いっていうの一発で分かりますでしょ。 ね、こういういい方がいらっしゃるんですそれでじゃあ例えばその小林義則さんがね一度皇室離脱して民間になられてどこの馬の骨ともわからないのをさ三宅、ね、に復活してどうするんだってバカなこと言ってますけどね彼何もそういう情報を持ってないんですよ。ででで実際すすね30歳前後の男系男子が80名ほどいるんですよ皆さん <laughs> 全然問題ないじゃないですか。 ちょっとその三宅でね、質のいいところを皇室会議か何かで。復活するだけで済むことなんですよ。それでこの信彦様っていう方はですね、えー。長男が正彦さんね。その正彦さんにまた長男が生まれてんです。こっちも調べついてます。例えば、秀彦様っていうのは壬生家というところに養子に出られて。壬生元広様というふうに今名乗ってんですけど。この方にも、その長男が。 元成様という方がいらっしゃってそのお子様もいて次男の元厚さんという方にも男系男子が生まれてますよねだから実際そのどういうことかっていいますとあのこちら字書いてあるこちらの方ありますよねこのこのページこのページちょっと見てください。こののページの 一番下のところに男子2人だとか男子1人ってちょっと太字にしてありますこの 10, 10家族っていうか10家族ありますよねこの下にあのもう男子の子供がたくさん生まれてるんですよそれで例えばあの眼鏡の評論家の、ね、かけてる方武田ああの常康さんはこの JOC の方の息子さんですからそのか図,図の一番その図の一番 何て言うんです恒和さんの男子2人のうちの一人お一人ですよね。でこの男子2人のうちの一人があの彼まあ結構年ですけど結婚なさってましたっけね。だから彼と同世代の人で子供がいらっしゃる方がたくさんいるんですよもうその方たちに子供いれば大体10歳前後って分かりますでしょう。だから実際ですね ここはそのほんの家系図で120名全部出してませんけど120名男系男子いるんですよ。これあの日本がね韓国より言論の自由度低いでしょ。今世界の72位ですかねそれはね何もねニュースとかそういうものだけじゃなくて国の根幹に関わる情報を出してないんですよ。皆さんねこれ120名男系男子いるのにね どうして女性女系天皇三宅どうのこうのそういう議論になるんですかと安倍さんにどんどんはがきでも手紙でも出してください安倍さんでひっくり返る可能性がありますなぜかと言いますと皇室会議というか国会での皇室の審議がつい最近行われて内閣に何か提出しましたよね中山京子先生もその委員に入ってきて中山京子先生から直接聞いたんですけど四十数名の中で 女性女性宮家を認めるという流れの文言にこれは女系天皇へ流れを作るその規律だとこれを外してくださいっていうふうに反対したのが教皇先生と、えー、神奈川県知事かなんかやってた松沢さんかなその2人だけで自民党の議員は誰もそんな反対しなかったそうです。危危機機的的でですすよよはっっきり言って危機的ですよ それで実際秋篠宮家って秋篠宮の名前はなくしないで皇太子って名称をつけないですよねだからなんかその女性をその皇太子にっていうそういう思惑もあって秋篠宮はそのまま残すとかねだからね実際ね皆さんね120名男系男子が現在いらっしゃるってそれ分かっただけで国民がねもうびっくりですよ覚醒しちゃいますよ間違いなく。 そういう情報を初めて聞いたって、昭平塾の皆さんも初めて聞いたっていうことになれば、一般の国民は200%知りませんよね。多分間違いなく。これが日本の実際現実です。実際、すべての問題の根本はここにあります。G.H.Q. がね、皇統の断絶を図って作った公室新皇室あの皇室典範、それを改正しないで。 ね、憲法改正ななんかでできるわけないですよね簡単ですもんねそういう情報を出して旧宮家のうちあの4宮家はあの11宮家が廃絶になったんですけどそのうちの4宮家には男系男子がもういらっしゃらないんですねで7宮家の中から今10家族男系男子旧皇族ですよで120方その男系男子がいらっしゃるっていうのは養子だ旧あの三宅 とプラス養子とかなられてる方たちの中からの男系男子も含めて120名です。女性も含めると170名です。だからちょっと怒りを覚えると思うんですよね。なぜこういう情報を出さないのかと。もも出さないかもどこ,も書かないこれ日本の根底に根本に関わる問題ですよね実際ね。で実際私はですねその <laughs>。 天皇とその皇太子がお互いにお住まいを交換なさってもというような話を宮内庁の方から漏れ伝わって報道されてましたけどあれもおかしな話で秋篠宮様のところにはね数十年後にはもう間違いなく天皇になられる久と親王殿下がいらっしゃるのに扱いが非常に粗末じゃないかなと思うんですよね。で京都の方に言わせると京都からちょっと東京へって言うんで必ず天皇は戻ってくると。 じゃあ上皇になられた天皇そのお互いに東宮と皇居を改装するっていうのは大変だと思うんですよね。そういうことをなさらなくても京都迎賓館という10年ぐらいの間に1回か2回しか使われてないね空調も冷暖房も完璧に国賓が来ても泊まれるゲストハウスもあるそこがね全然使われてないんですよ。上皇にならられたら あの京都の方も国民もそういう冷暖房も吹き上げ御所より立派なところがあるんでそちらにお住まいになっていただければ皆さんお喜びなんじゃないかなと思うんです私の意見というだけじゃなくてそれで天皇陛下には金城陛下には国内外の金城陛下を慕っている方がたくさんいらっしゃいますんで東京オリンピックは 近所陛下にお迎えいただければなという私のこれは個人的な意見なんですけど周りの方に言うとそうだよねっていう方が結構多いんですよねで,時間は大丈夫ですか、ね、そろそろですねそれでですね皆さんねあのまあ久しぶりに笑平塾あの参加させていただいたんですけど。 その昨,年かあの昨年からですかね今年あ、今年ですね、アジア大会の前後をして、南京の問題、大変なことになってましたね、アッパの,あの社長さんも大変だったと思うんです南京ははっきり言って、切りつけましたよ今、ウィルの今発売の読んでください、南京城内で、ね、陥落後6週間、30万人虐殺したっていうのは、30万っていうのは、あれ、城内での30万なんですね。 で当時の新聞とコーマン次回って東京裁判の資料と合わせて完璧に1793名1桁まで一致しましたそれあのウィルに書いてあります今,今発売中のウィルにそれとあの別冊宝島というやつの日中歴史戦それにも書いてありますきちっと。だからそのね1793というのはある星野重鎮の,あの先生から「 そのお手,間お手紙いただいたんですけどどのような手を使ってでもこの1793を広めてくださいとそういう感じのお手,お手紙もいただきましたので渡辺先生がお亡くなりになってもう本当悲しいんですけどその <coughs> 冥福を祈りつつ皆さん1793 それはぜひ頭に記憶入れてあの、立ち読みでも結構ですんで、書店でウィルの今、何月後でしたっけね、5月後、読んでいただければと思ってます。今日はどううもありがとうございました